日本大相撲トーナメントは、肝心元をフジテレビジョンが務める大規模な花相撲、およびそれを中継する放送番組なである。毎年2月上旬の日曜日に開催されており、大会賞金総額は1132万円。地上波テレビでは、フジテレビ系列全国ネットで開催日の16時5分、17時20分の枠で放送されている。 幕内、重量の力士が、それぞれシングルイルミネーショントーナメントにより優勝を争うというもので、優勝のためには1日で何番もこなした上で、それらにすべて勝つ必要がある。かつては土曜、日曜の2日間開催で、初期は重量以下でもトーナメント戦が組まれ、1980年代後半に入ってからは、幕内トーナメント戦が各微違った組み合わせで行われ、 最後に1日目の優勝者と2日目の優勝者との間で優勝決定戦を行い総合優勝を決定していた。また以前は部屋別対抗戦及び引退した力士による OB 戦も1998年まで行われたことがあり、それぞれ日曜昼または深夜にフジテレビ系列で放送されていた。OB 戦自体は2016年の 第40回大会で記念として復活開催したがテレビ中継は行われなかった。2012年まで西暦偶数年初場所後に実施の日本相撲協会の役員改選により新たに起用された審判委員は本大会でデビューしていた。直前場所時点での幕内力士が参加対象。ほとんどの力士は2回戦からの参加となる。 1>, 1月場所時点で前頭会の力士は1回戦からの参加となり、その1回戦は前頭会同士の取り組みとなる。例年1回戦から参加する力士よりも2回戦から参加する力士の方が多い。本場所では優勝決定戦しか起こり得ない同部屋対決の組み合わせになる可能性があることも本大会の特徴である。2日制だった2002年までも、 両日のトーナメントは現在と同じような形式である。優勝者には賞金二百五十万円と優勝杯が授与される。またジャパネット、文化放送、富士通ゼネラルより副賞として家電が授与される。直前場所時点での重量力士が参加対象。重量力士を三つのブロックに分け、ブロックごとにトーナメントを行い、各ブロックを勝ち上がった三力士により、友演戦を行い、 友も戦の勝者が優勝となる。2002年まで行われていたが、現在は行われていない。直前場所時点での序二段、三段目、幕下、重量力士が参加対象。1チーム5名で行われる。チーム編成は、序二段1名、三段目1名、幕下2名、重量1名である。なお、部屋によっては、この5名を編成できない部屋もあるため、 中には二つ以上の部屋が合同チームを作ったり、一門として合同チームを編成することもあった。競技方式は各チームの同じ地位の力士同士が対戦し、勝った側に得点を加算、合計得点の多いチームが勝ち抜きとなる。そのため、2勝3敗でもチームが勝ち抜ける可能性があった。現在は幕内、重量トーナメントの他に、ショッスモージンク、 太鼓、髪結い、横綱の綱じめなど、花相撲でおなじみのアトラクションが開催される。上記以外に最近では、相撲講座が行われている。なお、1990年代には、往年の名勝負、OB 戦後番勝負と題して、親方同士の取り組みを行ったことがあった。上記の通り2011年は、八百長問題の影響により中継されなかった。第8回までは、 奇数回の優勝者が、翌年の決勝戦で敗退する、第9回までは、同一力士が複数回優勝できないジンクスがあった。第7回までは、初場所の番付発表直後に抽選を行っていたが、この大会初日において、初場所にそれぞれ引退と途中球場の横綱、若野花と同北の海が、球場、大関高野里が、体調不良で、球場、 大関こと風、同、若島津、関脇北天祐が、相手の球場で、不戦勝と8人いる関脇以上で相撲を取った、力士が横綱千代の富士と、関脇浅潮の二人だけという寂しい事態となり、この他にも球場した力士が二人いて、予定されていた、幕内取組22番のうち6番が、不戦となる、問題点が浮上、翌年からは、 初場所終了後に出場がはっきりしている力士だけで抽選を行うことになった。2日間で1つのトーナメントを進行。1日目から2日目に16名が進出できる。1日目で敗れた力士は2日目の取り組みには出場できない。1日目、2日目別々のトーナメントを進行し、それぞれの優勝者が総合優勝決定戦で対戦。 勝者がその年の優勝者と認定される。1日目、2日目の優勝者が同じ場合は、総合優勝決定戦は行わず、その力士がその年の優勝者と認定される。なおこの方式は、海外公演、海外巡業でトーナメント大会を開催する際に多く採用されている。1日で一つのトーナメントを進行し、優勝者を決定する。 2011年2月6日に開催される予定だった第35回大会は大会4日前の2月2日に明るみに出た大相撲やお帳問題の影響により開催中止となった開催中止に至るまでの経緯それに伴う対応と影響については次の通り富士テレビ社長の豊田明は2010年7月30日の定例会見で一連の大相撲野球突破問題を受け 相撲協会の改革がどこまで進むのか注視している。来年まで少し余裕があるので推移を見守りたいとコメントしていた。2011年の第35回大会は当日、フジテレビ系列で16時5分から17時20分、文化放送でも16時17時30分に中継放送の予定となっていたが、普段の八尾町問題により、フジテレビ広報部は2月3日、 大会の開催並びに放送を中止することを決定した。すでにチケットは溜まり席から普及席まで約9種類発売していたため損害は1億円以上に上った。当初は日本大相撲トーナメント第35回大会がアナログ放送としては最後の日本大相撲トーナメントの放送となる予定だったものの日本大相撲トーナメント第35回大会の 開催並びに放送が中止となったため、日本大相撲トーナメント第34回大会の放送がアナログ放送としては事実上最後となった。また、2021年の第45回大会は、新型コロナの緊急事態宣言の発出を受け、開催中止となった。2011年2021年、ありがとうございます。